はーい、皆さんこんにちは、のっぺんです。信長の野望新生やってきましょう。さあ、前回はこちら、大友家を滅亡させることができました。で、現在龍造寺家も滅ぼす寸前のところまで来てますね。で、ここからは、まあ、毛利攻めになるんですけども、毛利も結構でかいからね、これはね、しっかり準備していこうというところでございます。さあ、今回も引き続き頑張っていきましょう。よーし、やっていきまーす。さあ、ということでやっていきましょう。で、現在こちら、毛利家と同盟を結んでるんですけど、このまま毛利攻めを行うとしたら、橋場家のね、援軍が来ちゃうんですよね。そう、橋場家と毛利家も同盟結んでるんで、これ厄介ですね。なので、私たちも橋場家と同盟を結びましょう。いや、信用全然ないけどね。これだから、60ヶ月かかるんだ。いやー、えぐいですね。で、進殿できる人が、いないのか。いや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 、これはきついな。いやー、これどうしような。まあ、とりあえず、毛利とは、同盟できるまででいいや。はい。これでいいです。はい。お願いします。いざ。ということで、じゃあ、龍造寺攻め、再開していきましょうか。いきましょう。はい。お願いします。出陣します。はい、どうぞ。で、まずは士官ですね。太田貞久さん。はい、こんにちは。はい。で、あとは政策ですね。こちら。制度改新レベル3を発令して、上司の入れ替えができるようにしましょうか。はい、お願いします。あれ、いや、誰もできないんかい。なんということでしょう。さあ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 、まあ、とりあえず、竜道寺潰そう。で、これは短期目標でございますね。施設の拡充。あ、いいですね。城下町の、数を20以上です。いいじゃん。よし、やってやろう。さあ、考えている。よしよしよし。これで、あと2つか。となると、やってないところは、あ、ここか、はい。じゃあ、ここ、考えているを作っておきましょう。はい、どうぞ。やってみせましょう。行きましょう。で、佐賀城ももうすぐ落とせると思う。で、宗家の工作で、岩屋城の、あ、誰だって誰が忠誠心揺らいでるって、そんな許さんよ。この方か。いやー、武勇たっけーなー。まあ、これあげよう。よし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 。ありがたき幸せ。はい、なんと、この兜、それがしの好みをご存知とは、驚きを禁じ得ませぬ。よかったー。はい。さあ。で、その調略を、図ったのが、この宗家ですね。絶対潰してやるからな。草の支度だ。で、今度は、労力余ってるんで、そうですね。あとは、まあ、初任町、はい、増築するか。はい、お願いします。はい、最後。さあ、で、毛利家の信用が60に到達。了解。で、ここで今度は橋場家と、はい、親善結んでおきます。はい、仲良くしてください。お願いです。切実なお願いです、これは。まあ、だからこっから5年間は、毛利家攻めれないかもと思ったら、はい、佐賀城落としました。ナイス。 SAGA 佐賀ね。はい、こんにちは。あー、で、インドを寄り出す。お前、俺を裏切りやがって、この野郎。で、さすがに来ないか。いや、帰ってこいよ。ありがたく帰ってきてくださいね。はい、そなたの息子はうちにいるぞ。で、寝返り時間。はい、了解です。鍋島重里、はい、寝返り士官ですね。はい。で、これで、はい、鍋島重里がうちに来ます。優秀ですね。で、伊万里城を攻める前に、こちら、私たちの本拠地内城の開発が完了しました。ということで、本拠移転しましょう。はい。本拠移転先は、熊本城にしようと思ったけどな、3万もかかるのか。じゃあ、ここかな。都の郡城。ここを本拠に移転しましょう。はい。これより、都の郡城を本拠と定める。かの地を当家の中心として栄えさせようですね。さあ、ということで、今度は、じゃあ、内城の方を誰に任せるか。まあ、あなたでいいか。はい、島津持久。はい、お願いします。で、とりあえず、はい、はい、はい。で、はい、軍も、はい、お願いしますね。で、こっから、都の郡城の開発進めていきましょうか。ちなみに、どんだけ育ってる？あ、でも、まあまあ育ってるね。いいじゃん、いいじゃん。城攻
はい、浄化発展もクリアしました。おめでとう。ナイス。さあ、この目標を提言した者に格別の報奨を与えよう。ナイス。オッケーオッケー。だーで大友総理裏切りやがったこいつまあ言うて寿命も近かったからそんなに痛くはない。そうですね。ってなったら岩屋城、あー城主いねえじゃん。くっそ、あいつめ。で伊万里城も、あーなんかすぐ落ちそうですね。頑張れ頑張れ。まあゴズメは良さそうですけど、大丈夫？さあ頑張れ頑張れ。よろしいです。で有馬家の有馬晴信殿が、はい、おー、で援軍、え、よろしいですか援軍。それで構わない、はい、大村城攻めるって、いやいかんって、もうダメだってば。いや拒否しよう。ダメか。あーなんてこったい。さあ早く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 、うん、流動事件を滅ぼさないと。でまた短期目標年比さ、目標を提言するのとね、好きやね。で城を20以上支配する。いやーこれきっついだろう。やばい、大村城攻められております。やめてやめて。で港建設か、うん、それどころではない。大村耐えろ。いやこれ無理だなまあ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 。で港建設、はいはいはい。承知つかまつった。であとはそういえば内城の城下方針指定してない。じゃあお願いしますね。はい。で次はそうですね、はい、労力が余ってるんで開発。じゃあ兵糧庫、あで兵糧庫作ってるの、アイス。であとはあ結構兵糧庫作ってくれてるね。ナイスナイス。じゃあ山菜地作ろう。金がね。さあで大村城、いやー頑張れ。で毛利の信用が100に到達。あー大丈夫だよ。さあ今以上落としました。ナイス。オッケー。ということで、はい、流動事件を滅亡させました。パチパチ。で敵将捕獲で、んー、どうでしょうかね。みんなうちに来てくれないかな。どう？で流動したかの部は来てくれたけど、いやー鍋島直重は来てくれないか。確かね、1回目の合戦の時ね、鍋島家のね、何がしようね、撃ってしまったか。それをね、恨みに持ってるかもしれない。いやーマジか、初段してーなー。いやでも解放してあげよう。しょうがねえな甘い。おお、うん、まあしょうがない。で帰還してもいいよ、お疲れ様。でこちら、あ待った、これによって流動時期が滅亡しました。なので大村家よし従属できる。よし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 。オッケー。で今度はじゃあ松浦家、はい従属、はいオッケーオッケー、よし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 。で宗家も、はい従属させれますね。ナイス。オッケー。さあ九州をほぼ平定したと言っても過言ではないですね。まああとはできるだけ早くね、橋場家と同盟結べるといいですよね。これ何年かかるかな。まあそれまでは拠点をねどんどん開発していこう。はい、また大型の台風が上陸したようです。もうやめて何回上陸してんねん。いやーこれどうだろうな、結構うち通った感じだよね。あーうちじゃない、よかったナイス、よかったよかった。で毛利との同盟が期限切れ。ああもちろん結び直しましょう。で橋場家との親善度どんな感じ。いやー知事として進まないですね。なんとかならんかな。もう1しか増えないからね、こんなに仲いいのに。でとりあえず私たちとは、あーでもいけないか、まだなんか仕事してるからダメなんだ。で、はい、やったぞ。南蛮寺を建設しました。ナイス。オッケー。でこれで親善できないですか。はい毛利、はい、よし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 、オッケーオッケー。さあ親善再開でございますけども、いやーこれ戦仕掛けられんな。で今ニュースが飛び込んできました。こちら、徳川家が羽柴家に滅亡されたそうですね。そうか、意外と早かったな。ってなると北条もこれ危ねえぞ。あてか上杉が危ねえわ。これあとね4年ぐらいいるんだよな、橋場家と同盟結べるまで。いやきっちーなんとかなりませんかね。で今ねとんでもないことに気がついた。こちら毛利と橋場家が戦をしてる。マジか、同盟切れたんだ。あ本当は同盟切れてる。
そうかそうか、まあ、だったら話は早い。毛利家を攻めよう。で、合戦で威風でなんとかね、橋場家の心象を上げれるようにしたいですよね。よしよしよし。で、都の氷城も開発終わりそうなんで、よしよしよし、いいタイミングだったかもしれない。はい、兄上、毛利家を毛利輝元殿が面会を求め来訪しております。え、何？援軍ですか。援軍、あー、橋場家に攻められてるからですよね。あげません。はい、断ると毛利家の信用が落ちるだけでなく他家より不信も抱きますが、よろしいでしょうか。まあいいでしょう、うん、今が乱世なればこそ死んだ獣は生き残れると知れよめちゃくちゃ怒ってるね。ですよね。まあしょうがないんです。だって私も毛利を攻める予定ですから。で、二段目所建設 OK 了解。ということで、じゃあ次本拠移転しましょうか。はい、都の郡山城の開発終わりました。んーで、そうですね、どこがいいかな。岡城か。岡城な。まあ岡城にせざるを得ないか。うん、できればね、こう熊本とか船屋方の方がいいんだけど、金が足りないらしい。まあ仕方がね。はい、じゃあ岡城、はい、本拠移します。 OK。 で、拠点を移したということで、今度はこちら制作やっていきましょう。制度開始レベル3いけますね。よし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 。じゃあ、はい、5人で、はい、制作制定してください。で、これで城主の入れ替えができるね。で、今現在こっち義弘軍団がね、幅を利かせてるんで、なんとかここを削っておきたい。さあ、制度改新レベル3発令しました。で、義弘年取ってるね。まずいな、急がないと。ってなると、そうですね、じゃあ軍団の編成で義弘の軍団長移動でこうするか。はい、で、ここの人吉城を、はい、じゃあ管轄外にさせて、よし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 。あと、統治範囲外のとこないね。 OKOKOK。 よしよしよし。んで、そうですね、育ってる拠点のところは、優秀な人入れたいんですよね。まあ、例えば家久とかね。よし、入れとこう。はい、に来ようぞ。で、もともと家久のとこだったところ、人吉城か、ここ。じゃあここを、山田有信に任せるか。はい、お願いします。に来ようぞ。はい、毛利との同盟が期限切れました。了解です。あと3ヶ月は停戦が続く。さあ、あと3ヶ月しか準備期間がございません。大丈夫なんでしょうか。で、毛利も結構、橋場家に攻められてるんだな。まあ言うて、これがね、島津家の未来でもあるよね。よろしい。さあ、島津は秀吉に太刀打ちすることができるんでしょうか。頑張ってほしいです。ということで、制作の方もやっておきましょうか。まずはこちら砲術指南。はい、じゃあこれやって、で、次は、馬術指南かな。あー、できないか。で、小荷田隊配備、いいね。さあ、あと2つぐらいできないものか。で、灌漑整備、はい、これもやりましょう。はい、承知いたした。で、楽市楽座レベル2はできないか。まあ、とりあえずこんなもんでいいか。 OK、 いいでしょう。はい、さあ、毛利と戦になるよ。みんな気をつけてね。まあ言うて、毛利も拠点そんな育ってないから大丈夫だと思うんですかね。さあ、ということで行きましょうか。こちら木谷城ですね。行きましょう。ここを攻めます。さあ、毛利との戦が始まります。行きましょう。はい、行くぞー。はい、ついてまいれ。はい、行くぞー。合戦じゃーい。で、国衆は来なくていいや。はい、国枝対レベル、配備レベル1発令ナイス。さあ、大丈夫でしょうか。腰兵糧ある。で、考え整備発令ナイス。よし。で、今度はそうですね、こっちの拠点もあんまり座ってないとこが多くてね、ちょっと困ってます。こっち、はい、1、はい、まあ、あとは OK か。はい、よー、 OK。 さあ、合戦で勝ち取ってほしい。ちなみに、いやー、毛利もそんなに人避ける状態ではないか。まあ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 。で、あとは、はいはいはい。いやー、労力余っちゃうな。そんな時は、いや、連兵場いるかな、これ。ちょっと微妙だよな。まあ、これ撤去しよう。はい。で、代わりに厩舎か、射撃場、作れません。まあ、しょうがない。
まあ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 やっちゃったねこれ。はい、砲術指南発令ナイス。よしよしよし。砲術指南いけない。あ、いける。射撃場。オッケーオッケーオッケー。よしよし、危ねー。よし、いいタイミングだった。で、一旦毛利の軍が待つの、来るの待とう。いやでもこれ威風宇宙発生させれないよな、無理だ。まあ、ということで、じゃあ橘山も攻めるか。オッケー、いいでしょう。はい、さ、一気に攻めます。で、文字城も攻めるか。はい、行きましょう。はい、いざ。さあ、キーダニ城落としました。まあここはあっけなかったですね。まあそりゃそうか、毛利もきついわ。島津と秀吉に挟まれてかわいそうに。で、とりあえず声だけはかけて、はい、じゃあ解放してあげましょう。はいはい、ありがたい。で、今度はじゃあこのまま文字城いけるかな。行きましょう行きましょう。はい、文字城降伏でございます。早かったね。オッケー、ナイス。しかも上司はキー君だったね。私たちに従属してた。あらあらあら、オッケーオッケー、通じていましたね。オッケーオッケー、ナイス。ということで、じゃあみんな騎乗していいよ。お疲れ様。いや待って、ちょっとね、ここだけ、うん、そうそうそう、ちょっと守りだけやってほしいな、うん、はい、ここ、ここね、はい。さあ、守れ。さあ、文字城を攻めるときはもういません、了解。で、またまた短期目標、トシヒサ好きだね。制作を、うん、合計レベル10にする。ああ、簡単じゃん。ってなったら、何がいいかな。まあ、こん中だったら、統治療法。はい。あとは馬術指南まだ使えない。そうだな、あとは海上輸送か、これもやろう。はい、ちょっと兵糧を回復ね、回復を早めたい。さあ行きましょう。はい、さあ串崎城落ちましたね。ナイス。これで中国への京都砲できました。ナイス。で、全員投与。ナイス。オッケー。さあ、毛利もどうでしょうかね。いやー、きついだろうな。今現在橋場家が、あ、もう四国取られたんだ完全に。なるほど。いやー、これきついな。私たちがきついね。はい、こちら龍造寺家が殿に疑念を抱いてる。マジか、あいつ。どうしような。そうですね、だいぶちょっとやばそうですね。家宝もねえしな。なんか結婚したいとかある？いや、ないな。うわー、ちょっときつい。まあ、なので、そうだ、楽市楽座レベル3発令できません。くっそ、やばい。龍都市高信毛利の方行っちゃう、このタイミングね。おかしくね絶対ね、毛利家の方行っちゃダメだと思うけど。沈みかけの船だぞ。そうですね、じゃあこっち、はい、浄化方針で、こっちも浄化方針で、はいはい。で、いやー、射撃場とか作りてえなー。まあ、待て待て、落ち着け。じゃあ、ここに、灌漑水路作ろう。はい、お願いします。うい。はい。さあ、いよいよ。はい。やろうども。さあ、どうでしょう。お、いや、オッケー、ナイス。橘山、落ちました。ナイス。ようやった。さあ、で、帰還してもいいですか。もちろんもちろん、お疲れ様。やったー。ということで、九州閉店しました。パチパチ。ただこっからが、もっとね、きつい戦いになると思いますんでね、頑張っていきましょう。で、ちなみに秀吉との親善33か、あと2年ちょい待ってくれればってとこですね。さあ、ということで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。次回をお楽しみに。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。のべんでした。さよならー。